嫌いになってきたきっかけとか、すれ違いになったきっかけで、うんと思ったきっかけに旅行はある。やっぱりあるんですね、うん、だけどね、結婚する前には、はい、絶対も黒ひめちゃんも旅行行った方がいい。男女問題研究家の山崎セミ子です。本日の恋愛大学のテーマは、相手の本性を知った時についてお勉強したいと思います。本日も恋愛大学助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、このチャンネル面白いと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またセミ子先生はこのカウンセリングの方も受け付けておりまして、今ズームとかでお気軽にお問い合わせしていただくこともできますので、相談事とかセミ子先生にお話聞いてほしいとかがあれば、ぜひホームページのリンクの方からご依頼いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、浮気調査もやってます。もうそれは本当に信頼できるので、よろしくお願いいたします。はい、先生、今回なんですけれども、はい、カップルで旅行に行く、まあ本当に楽しいイベントだと思うんですけど、行った時にちょっと気づいてしまった相手の本性ということで、うん、はい、まあ、これは結構エピソードがあると思うんですけれども、セミ子先生は相談とかでこういうエピソードで何か相談、ありますよね。ありますか。嫌いになってきたきっかけとか、すれ違いになったきっかけで、うんと思ったきっかけに旅行はある。やっぱりあるんですね、うん、だけどね、結婚する前には、はい、絶対黒ひめちゃんも旅行行った方がいい。でもそれ言いますよね、同棲とかもした方がいいって言いますし、ね、うん、同棲もね、同棲解消するときは別れるときやんか。容赦なくほら別れちゃうから、あの旅行ってね、結婚する前に一泊では絶対別れません。別れづらいの、楽しいから、はい、元気やし、はい、3泊ぐらい行った方がいいな。結構海外とかに行くのもいいって言いますよね。海外行ったらもう分かるよね。あの彼の頼りなさとか。そこはまずは国内のそんなに高くない旅行に行っていただくのが一番いいと思う。ああ、なるほど。結婚する前に絶対旅行行かんと、結婚したら別れるんちゃうかな。まずその何か言ったら、例えばね、しんどいシチュエーションに自分たちを置くっていうの大事なの。ああ、旅行って楽しいばっかりじゃなくて、暑い寒いとか、はい、例えば台風来てみたり大雪になったりで、今回もほらすごい雪降ったじゃない。あの大雨になって中止になったり、飛行機遅れたりとか、アクシデントがつきものなんですよね、これ。確かに。しんどい旅行なんか相手のことめっちゃわかる。確かにそうですよね。それでイライラするとかってなったら、そうやね、この人ってやっぱりなるっていうのはよく聞きますよね。だから富士山に登山に行って別れた人もいて、もう極限状態ですよ。富士山ってみんなほら、なんか一度は登りたいって日本人の目標みたいになってるけど、あんまり行かん方がいいって聞くよ。めちゃめちゃしんどいねんて。だってもう一人でもちょっともう厳しいのに、そんなんか気使ってというか、いやもうね、装備もね、お金めっちゃかかんねんて。あ、なんかちょっとした酸素ボンベとか、あと靴とか、ほんでまた上上がったら寒いし、なんかすごい装備にすごいかかるから、なんか上まで行かんと帰ってきた人も多いみたいよ。なるほど。途中で揉めたりね。もうあの続行不可能なやつですね。そうそう、だからあの変な話、真夏のディズニーランドとかいつも言ってるけど、真夏のそのユニバーサルとか、あんなのもほら暑すぎてほら待ってる時間とか、はい、忍耐いるじゃない。ああいう時って本性出るから、旅行なんかすごい出るからね。結婚する前には3泊ぐらいは行かれた方がいいと思うんですね。で、これでがっかりしないためにポイントをお話しします。はい、なんかこの話の段階で結構揉めると思うの、旅行って。ああ、確かにプランのね、プランを彼女に任せて、全くプラン立ててくれない男の人、これは結婚式の時でも、結婚式のプランを一緒に立ててくれないと思う。結構それで揉めるって言ってきますよね。揉めてんの、揉めてんの。だから2人でしっかりスケジュールを立てて、ここ行くのどう思うとか言って話する時に、相手がどうするかっていうのはまず見てほしいのね。ここスムーズだったら、まあスムーズに行きますよね。そうですね。性格もめちゃめちゃだよね、これ。スケジュール立てる時にめちゃくちゃきちっとして、私一回あの旅行のしおりもらったことあんねんか、元彼に。本気ですね、もう。本気やねん。旅行のしおりもらって見たら、何時何分にカニの何々のどこどこのお店行くとかね、お昼ランチで何々定食食べるとか書いてあんのよ。その通り動かなあかんか、めっちゃしんどい。わかる。もう修学旅行かなってなりますよね。だから私いつもスケジュール立てる時に、娘と旅行とか時々行くんで、
あの行きたいとこピックアップしといて、はい、いくつかピックアップしとくの。あ、なるほど、うん、そしたら気分によってその日本当は行ったら名古屋で例えばひつまぶし食べようとか思ってても、急になんか味噌煮込みうどん食べたなったりするけど、あ、確かに今日はやっぱうなぎちゃうわと思ったり、そのためにいくつか候補あげといて、はい、店だけチェックしとくの。確かに、それ賢いですね。そう、それでどうする、やっぱり今日はパスタ食べとくとか決めれるようにしてる。それ一番いいですよ。ガチガチ絶対ここに行く言ったらもうそこに行くのが使命みたいになってあのよくないんで、これスケジュール立てるってこと大事ですよね。そうですね。そうで2つ目、はい、あとねこれぶっちゃけね、あのまあ夫婦だったらいいとしてね、カップルの場合は食事の支払いや金銭的な話とか。ああ、まあ確かにそれも。しやね、これほらなんか炎上してたや、なんか男の人が、まあ、女優さんかモデルさんかな、そうですね、うん、男が払うべきやとか言って、はい、何やったっけあれ黒姫ちゃん、なんかあの女性は、こうメイクとか、うん、髪の毛とか服とか、うん、もう本当にお金をかけて準備をしてるから、うん、もう男はおごるべきだみたいな。あ、はいはい、はい、それ炎上してたよね。やっぱりね、うん、年いった人、はい、離れた人、目上の人ね、めちゃくちゃ稼いでる人めちゃめちゃ稼いでるのに、はい、彼女に出せへんって、私ここも問題あると思うよ。それは一緒ぐらいのお給料やったら彼だけ出すのはやっぱかわいそうかも。そうですね、うん、で、あのよく揉めんのが、女性はね、美味しいもののおしゃれなレストラン行きたいの。ああ、私旦那とよくね、あのロス行ったら揉めるのよ喧嘩して出てるご飯のことで、ちょっとほんまにおしゃれなレストランに行きたいな、ハワイとか行っても、はい、なんかここのフレンチ食べてみたいとか、はい、あのここのレストランのちょっとこうビーチのこうね、あのサンセットが見えるところで食べたいわとか、もう男の人何でもいいのよ。だから変な話、フードコートでもええっていう人、うん、多いから、ここはきちっとね、あのどれぐらいの予算を出せるかっていうことをお互い話し合いしとかんとダメね。確かに、あのその予算なんやったら、そしたら3泊の旅行やったら1回だけ素敵なとこ行けるよねとかね、 あとはもうちょっと安くていいやんかとか、ラーメンでいいやん、そこの地元の何人気あるラーメンとかいうこともできるから、ここの金銭的なこときちっとしとかんと後で不平不満げなのよ。確かに、俺はそこに行きたくなかったのにとかね、私結構言われてんのよ旦那に。僕はどこでもいいのにセミちゃんが行きたいって、そんなあんた予約してくれたあんたちゃうのみたいな、ほんまに大喧嘩したことあんねん、ハワイで。私3日ぐらい口聞けんかったわ。ハワイなのにですか。ハワイなのに3日ぐらい口聞けんかったことある。すごい、全部キャンセルして。だから初めにえって話し合いしてたやんって揉めるけど、本人は納得してなかったやろね。僕はフードコートでいい言ったから、あんたほんでフードコートで食べやんってだからまあガチガチの予定はね、ダメで、やっぱりねその言ってたように緩みがあって、毎日ハイクラスのことをしてもほら金銭的に持たない場合があるから。そうですね、日本の方はね結構ね、お金の話せえへんのよね、あんまり。ああ、確かに、うん、お金の話しとかなあかんか、食事のこととか予算決めようとか、お金言うたらなんか嫌がんねん。予算決めへんとか、予算って言いやすいやん。あのお金のことを呼び捨てする人も嫌いですね。ああ、あの金とかね大つけましょうみたいな感じで思う、なんか嫌悪感ある人結構いらっしゃるから、予算決めへんとか、いくらぐらいにするとか言い方してね、あれして、あの皆さんに決めていっていただきたいと思います。でね、この旅行っていうのは性格もわかるからね。これカップルでね、嫌やなと思ったきっかけっていうのがいろいろあるんですけれど、例えばあの自分の思い通りにならへん性格の人ってよくわかるよ。例えば自分たちのせいじゃないけど、飛行機がほら出発が遅れちゃって到着が遅くなったりとかするからってことで、スケジュール来るやん。スケジュール狂ったからといってすごい不機嫌になってる彼氏を見て怖かったとかね。だからなんかやっぱり人生ってね、あのトラブルつきものじゃない。そうですよね。くるふみちゃんは何かありましたっけ。私はもう本当に職場の子が2泊3日で沖縄に行ったらしいんですね、うん、おうおうおう。昼間にそのダイビングをして2人ともすっごい疲れててでホテルで3時間ぐらい寝たらしいんですよ。おうおうおう。でそのホテルから徒歩5分ぐらいのところで、うんうん、お店があるから、うん、そこが12時までやってるからって、夜の9時ぐらいだったらしいんですよ、はいはい、じゃあそこに行こうって言ったら、うん、もうラストオーダー9時半ですけどって言われて、うん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 、12時までなのにどういうことってなったら、コロナで10時になってるんですよ。でも変更なってたんや。書いてなくてみたいなネットで、でえ、じゃあゆっくりできないねってなって、うんうんうん、結局でも他のお店調べるってなっても、うんうん、どこもそんな感じだったのか。あ、遅いがコロナやからね。そうなんですよ。はいはいはい。
結局出てきたのになんか食べるところがないみたいなのでちょっと不機嫌になってしまって、あどっちが不機嫌になったやろ、その職場の方の子が不機嫌だったらしいんですけど、あ彼女がそれあんね、女の人って結構そこで調べとけよと思うのよ男の人に。ある方もね、なんか沖縄行ってね、はい、どこどこで食べようって言って、はい、予約はしてなかったんよ。で、はい、私ね、食べ物屋さんね、夜行くときに予約できる店は絶対予約した方がいいと思うやん、そうですよね。私絶対予約するやん、銀座でもここでも、はい、大阪でも必ず、そんな高くない店でも予約する、はい、予約 OK なとこは予約するの、はい、まったりするより、そのままちょっと入れた方がいいじゃない。で、その人も予約あんまりせえへん男の人だったらしくて、で、大丈夫大丈夫っていつも言うねんけど、全然大丈夫やねんって全然大丈夫だって、もう雨の中もう歩き疲れてしんどいのに、店行ったら店ないねんって。ほんでよく見たら食べログで移転してて、その店がまたここの端っこにあった店が随分反対側の店やってんて、ほんでまたそれを歩いて行った時にもうどうしてももう不機嫌になったと言った女の人、調べててくださいよってこと。だから男の人で、私思うねんけど、旅行行く時もね、大丈夫大丈夫とかじゃなくて、きちっと、私なんかよくやるのが、どこのホテルに泊まるか分からへん時、ホテルの人は申し訳ないんやけど、押さえとくの一応、キャンセル料がかからんってなってるったらね、一応押さえとくの。よくこう皆さんどこにしようか迷って最終的に決める時にない時あるやん。そうですね、だから段取りって絶対大丈夫ね。そうですね、確かに。そのほなお友達別れたそれがまあ、そこからの続きで言うと、うん、まあ、自分がすごい不機嫌になって、うんうんうん、ほんまにもう舌打ちみたいなことしみたいななってて、持ってる性格出たよね。でもそうなんです、うんうんうん、チッて言って、 でも向こうが寛大すぎて、うん、もうなんか隣ですっごいイライラしてても、うん、一生懸命探してくれて、で最終的には入れるお店が新しいですね、夜遅くまでやってるお店で入れて、まあ、ご飯を食べ出してから、うん、なんかいろいろ言ってくれてたらい回しにされたけど、うんうん、なんかちゃんとご飯食べれてよかったよねみたいな、向こうはもう終始そんな感じで、うんうん、心の広さを痛感してもうごめんってなったっていうのを聞きました。だから逆にそれから彼女の方の性格でその不機嫌になったりするっていうところがちょっとある方なのかもね。そうです、うん、だけどね、やっぱり段取りはしとかなあかんよね。そうですね、私ね、男も女も段取りも悪い人ってちょっと苦手やねなんか、なんでそれそこみたいな、あるから、やっぱりスケジュールをね、ある程度立ててイメージしとかんとダメですよね。はい、男の人がそこでしくじった場合、例えば、はい、今ほら黒姫ちゃん言ったように、その知り合いの方がね、女の子が後半に行ける店がなくて、はい、一生懸命調べてくれてここに行けるよって一生懸命やってくれたことに心を打たれたんでしょ、はい、一生懸命やってくれたから心を打たれたんだけど、最初に言ったその、店が移転してた場合なんかはその時は絶対に歩かしちゃダメですよ。そうですね、もうお金を使って、例えば行く予定だったお店よりもいいところを探して、で歩かさんとタクシーでもすぐ予約していくこと、挽回しないとダメだから。確かに、うん、挽回しようと思ったら同じレベルのことを持ち出して挽回しちゃダメなんです。これは違うところにもっとこう値段のいいお店があってタクシーで行こうって言ったら不機嫌まだ治りますからということですから、皆さんも楽しいはずの旅行は楽しんできていただきたいと思います。はい、ということで本日の恋愛大学終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。